お呼びでしょうか。よろしい。陛下が亡くなった。ではこれから何を。報復だ、コマンダー。帝国の全力をもって反乱軍をその愚かな信仰もろとも叩き潰してくれ。わかるか。奴らは何を信じている。希望。そうだ。ここにメッセンジャーの訪問を受けた娘がお前に見せたい。ベルシオ提督、シンダー作戦をすぐに開始するのだ。抵抗、反乱、反逆、そのような思い上がった考えは取り除かなければならぬ。お前もまた世の腕の一つとなり、帝国を乱す全てを滅ぼすのだ。そのメッセンジャーがターゲットのもとに導くであろう。シンダー作戦こそ陛下の最後のご命令にして帝国の未来を築く布石である。これにはインフェルノ隊の力が必要になる。そのターゲット、アクセスを確保。それはまだ知らなくていい。まずはこの任務を任せる。これは特別な任務だ。そして今は特別な時。行け、コマンダー。お前の最善を尽くせ。作戦に備え、今度は造船所へ向かうよう命じられた。ハスク、私とお前はドーントレスのために実験衛星を回収し、モフレイスの安全を守る。ミーコ、お前はコルスを。コマンダー、衛星を抑えました。よくやった。モフレイスが提督に作戦の準備完了を報告しました。警戒せよ、反乱軍が本土の地域に現れた。デストロイヤーを守れ。シンダー作戦を知られてはならない。敵コルベット艦の迎撃に当たれ。すぐに向かいます。エージェントビーコン、反乱軍の船を攻撃しろ。はい、コマンダー、移動を開始します。とどめを刺せ。コルベットを片付けた。コマンダーベルシオ、こちらはモフレイス。反乱軍の用砲でドーントレスが行動不能になった。コマンダー、反乱軍の輸送船が多数ドーントレスに向かってます。輸送船だと。私の船を乗っ取る気だ。何としても撃墜しろ。分かったな。イエスさん。戦闘機部隊、反乱軍の輸送船を追え。ドーントレスへの乗り込みを阻止しろ。あとは私が。敵の輸送船を攻撃する。回避行動を取ってるぞ。挑戦してくる前に必ず破壊しろ。落とした。まだ2機ステーションを捜索中だ。船に侵入してくる。反乱軍機を撃墜。ここを片付けたら次は反乱軍クルーザーの攻撃を。エージェントハスク、私にできるとでも。船は無力化されている。お任せを。
ドーントレスを復帰させる。反乱軍の用砲を破壊するぞ。いいぞコマンダー。では次は反乱軍を一掃するぞ。失礼ながら艦が復帰次第衛星とともに星系を離れるのが得策かと。ゲロだと冗談ではない。エージェントハスク、敵が来てる。下がれ！
ドロイド、クーリングセルを止めろ。それでキャノンが停止するはず。コマンダー、ここです。エイコン、クーリングセルが見えたら私が破壊する。ここを無力化できる。了解です。誰が本当の支配者かを教えてやるのだ。
戦闘機が接近。この船を破壊しろ。できれば連中から学べるはずだ。反乱軍から得られるものなどありません。奴らにあるのは弱さだけです。その通りだ、エージェントマスター。我々が銀河を支配するまで秩序はもたらされない。喜ばれるだろう。